中長編みと細編みのネックウォーマー。細編みの編み方と糸始末。細編みの立ち上がりは鎖一目です。細編みは立ち上がりを一目に数えませんので、前の段の立ち上がりに針を入れ糸をかけて引き出します。さらに糸をかけて引き抜きます。黄色の糸端を5センチほど編みくるむと、後で糸始末をしなくて済みます。隣の目の頭の鎖2本を拾って糸をかけて引き出し、さらに糸をかけて引き抜きます。一周したら次の段を編む糸、水色を左手に持ち、一目目の細編みの頭に引き抜きます。編み図の通りに編んでいきます。最後は糸始末をします。残っている糸端をとじ針に通し、編み地の裏側で目立たないように糸始末します。中長編みと細編みのネックウォーマーができました。